聞いて聞いて。昔、世の中にはディスコブームなるものがあったらしいぞ。宗次郎から聞いた話だけど、知ってたか？やっぱ知らなかったか。まあ昔々、もしかして宗次郎も昔はディスコでサタデーナイトにフィーバーしてたのか。踊ってる宗次郎、想像できないな。それはないぞ。ラジオ体操やってるのしか見たことない。フィーバーはともかく、あれで宗次郎結構モテるんだぞ。常連のおばさんとか、タバコ屋のおばあちゃんとか、あと隣の家のメス犬にも好かれてる。近所の幼女も宗次郎に懐いてるぞ。幼女はポイント高いだろう。それにお母さんもきっと。まあとにかくだ、宗次郎にはコーヒーのように渋い大人の男の魅力があるかもしれないってことだ。お前はどんなおっさんになるんだろうな。なりたいモデルケースとかいるの？宗次郎なら必要パラは簡単だ。ルーブランで働いてるだけで上がるぞ。だからお前はおっさんになるまでずっと店にいればいい。うん、我ながら名案だな。ちなみに私の目指してる大人はただのおばさんじゃないぞ。お母さんは優しくて聡明な最強の大人だ。ハードル超高いけど、そこは遺伝子の力でなんとか頑張るってことで。